諸葛孔明とはそなたのことかな。いかにも。そなたの名はかねがね聞いていたが、今日こうしてお会いできましたな。そなたは天命を知り時を知るというが、なぜ大義もなく兵を起こして我らの国を侵すのだ。逆賊を打つのだ。大義はある。天数に変化あり、神気も移るもの、天下が徳ある者に帰するは、それこそまさに自然の断りだ。官を簒奪し中元を奪い、なぜ徳があるのだ。かつて官邸霊邸の御を以来、公金の賊が暴れ回り、天下は乱れた。社食は存亡の危機に瀕し、我が大将武功帝がようやくそれを収められたので、万民は心を寄せ、その徳を仰ぐまでに至ったのだ。権勢をもって大いに疲れたのではなく、天から命じられたことなのだ。大統を継がれ、世祖文帝が行が春に位を譲ったことに倣い、徳をもって帝位に上り、天下を治められたことは、それぞまさしく人の心はもとより、さらには天の意に応じたものだ。そなたは己を漢中学期になぞられているほどの才を持ちながら、強いて天理に逆らい人心に背くとは何事だ。天に従う者は栄え、逆らう者は滅ぶと申すではないか。我が義には100万の兵と1000人の武将がいる。そなたごとき枯れ草の蛍が天の明月と光を争ってどうなるというのだ。もしここで武器を捨てて我らに下るならば、そなたは位を失わず、民も安心して暮らせるというもの。仮にもその方、官に長く仕えていた者、さぞや名論をみんなに聞かせるのかと思っていた。ところがあまりに下品なことを申すので呆れた。私も一言皆さんに聞いていただこう。かつて官邸霊邸の御を、官は衰え、宦官がはびこり、凶作が続き、国は乱れた。公金の賊、董卓、李鶴、郭氏が乱を起こし、天守を犯し、民を苦しめた。それゆえ、朽木のごとき者が官につき、近従のごとき輩が禄をはみ、犬や狼のごとき者が競って出仕し、乾物が群がって祭りごとを食い物にした。そしてついに社食は廃墟と化し、民は皆、途端の苦しみにあえいだ。その国難にあたり、王老殿は何をされたかな。王老殿のことはよく存じておる。代々東海に住み、高廉として出仕し、本来なら隆史を盛り立てるべきところを、なんと逆賊を助けて簒奪を企てた。その罪深く、天は決して許さん。何、田舎者の目が、貴様。黙れ、この恥知らず。天下の者は皆その方を憎んでいる。何をほざくか。幸い天は官を見捨てず、勝烈皇帝が聖戦にて大統を継がれた。私は天使の命を報じ、兵を引き、逆賊討伐に参ったのだ。その方ごとき寧心が人頭に刺さり出て天命を口にするなどもってのほか。この白髪頭の国賊め、まもなくはあの世に行くだろうが、そなたは恥ずかしくて官歴代の皇帝に合わせる顔もあるまい。この国賊、76年も生きて寸功も立てずにここでほざいて宗師を助けるか。
猛録した老いぼれ犬め、臆面もなく我が軍勢に向かって吠えおって、俺まで何を考え生きてきたのだ。黄岩無知も甚だしい。貴様、おろおろ、オーロー殿、オーロー殿、オーロー殿。